ようこそエナシフ TV へ。はい、今日も早速ニュースを読んでいきたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、ネットフリックスカーボンゼロ、はい、カーボンゼロ計画を策定ということなんですが、はい、はい、ネットフリックスでも最近話題の会社ですよね。そうですね、はい、ネットフリックスのサスティナビリティ責任者のエマ・スチュワートさんという方が、はい、2021年3月30日ネットフリックスのカーボンゼロ計画ってこれ発表してあるんですけれども、はい、まあ、ネットフリックスらしい今計画なんで、まあ、ちょっと、はい、紹介したいなと思っております。はい、これ実は3つのステップ3に分かれてまして、はい、でステップ1ということで記事ではスコープ1スコープ2って書いてあるんですけれども、要するに自分たちの事業で出している CO2、うん、あるいは外から買ってきた電気が出す CO2 っていうのを、これを 45% 2030年にカットすると。2030年ですか。そうなんです、はい、あとこの10年10年9年ですね。あっという間ですね。そうなんですよ、はい、これステップ1なんですよ、はい。でステップ2というのは、うん、今度お客さんが出している CO2、うん、これはもうカットするできないじゃないですか。お客さん出してるから。そうですよね。どう出してるかも分かりませんし、ね、何をするかっていうと、カーボンオフセットって言って、はい、森林とかで CO2 吸収するんで、その吸収した分っていうのをそこで、当てはめて、で森林が吸収した分をお客さんが出した CO2 と一緒にして相殺すると、はい、あ、カーボンオフセットですよね。そうなんですよ。だから森林とかを保護したり、まあ、育てたりすることに貢献することによって、はい、その分お客さんが見たものと換算してくれるんですね。そうなんです。そうやって、やっていくわけなんですけれども、さらにステップ3がありまして、はい、ここでは自然生態系に基地を投資して、はい、草とかマングローブの植林とかをやっていくと、あるいは、途上国の、はい、農業とかそういったものもちゃんと支援して、うん、CO2 をやっぱ減らしていこうと。なるほど。なんかマングローブはすごく酸素をね、はい、出す植物だって聞いたことあります。そうなんです、はい、特に熱帯雨林ってやっぱり特に海沿いっていうのはやっぱ荒れてて、非常に問題になってるんで、はい、そういうところにきちんと植林して、うん、もう一回生態系を復活させると、そうすると豊かな生態系ができると。なるほど、意識高いですね。意識高いんですよ。そうなんです、はい、ネットフリックがどのぐらい CO2 を出してるかって言いますと、去年1年間で CO2 110万トン出してます。110万トンの CO2 ってちょっと想像ができないんですけれども、はい、どんな。これはね、はい、電気にすると22億キロワットアワー、はい、ざっくり言うと44万世帯の1年間の消費電力になります。あ、なるほど。そう伺うとちょっと分かります。44万世帯ものお家の電気の、そうです、そうです、そうです、減らしていこうという、ええ、はい、素晴らしい、はい、でこれがどこに使われているかと言いますと、はい、ネットフリックスのコンテンツ、これ自社で作るものも、それから他社に外注するものも全部ひっくるめて出している CO2 がこのうちの大体半分 50% になるんですよ。で残りの 50% のうちの 45%、はい、これはオフィスとか、うん、あるいは、オフィスで買ったものとかそういうものが出している CO2 なんですよ。まあ、事業を行うことにどうしても出てしまう。そうなんです。使ってしまう電気による CO2、はい、そうです、ね、で、はい、残りの 5% っていうのはこれはスコープ3になってくるんですけれども、はい、お客さんがネットフリックスの商品を、うん、動画を見るときに出す CO2 になってくるんです。そこまで面倒見てくれるんですか。そうなんです。で実はネットフリックス計算してるんですよ、はい、お客さんがネットフリックスの動画を1時間見ると、どのぐらいの CO2 を出すかっていうと、自動車でだいたい 400m 走ってるのもまあちょっと少ないぐらいだと、まあ、そんな風にして、CO2 削減するんですけれども、ですからやっぱりこの最後の 5% のところ、うん、他はもうカーボンオフセットで、やっていこうっていうのは非常によくわかるんですけれども、はい、ネットフリックスカーボンゼロにするというのは自分たちで一生懸命カーボンゼロにするということだけじゃないんです。だけじゃないんですか。これネットフリックスの戦略にももう一つハマってまして、はい、実は、ネットフリックスサスティナブルの作品の配信も行ってるんですよ。例えば、うん、私たちの地球というアッテンボローのナレーションで知られている作品や、はい、名作ですよね。エミー賞を受賞しました、はい、そうです、はい、あるいは最近ですと、オクトパスの神秘、今アカデミー賞の候補にもなっていると、はい、あ、そうなんですね。そうなんですよ。こういうようなお客さん、つまり視聴者ファンにもサスティナブルな作品を見てもらう、つまり自分たちの事業で持続可能な地球、はい、カーボンゼロを目指すと同時に、はい、お客さんにもそういう作品の面からももっと脱炭素を知ってもらうと。なるほど。で、見てるうちに、見たの視聴者の意識が上がっていって、そうなんです、結果的に、はい、もっともっと CO2 削減の方に、脱炭素に向かうという。そうです、そうです。もう素晴らしい、もう
あれですね、綿密な計画のもとに。そうです。だからいかにもこうネットフリックスらしいでしょ、はい、そうです ね戦略的です、はいはい、ノールールのネットフリックスなんですけども、はい、カーボンゼロだけはちゃんとルールになってると。素晴らしいルールにのっとって、はい、そうです。ノールールのネットフリックスが脱炭素に向かってるというニュースでした、でこんなような企業って他にもありまして、はい、ちょっと次お願いします。はい、今日の2つ目のニュースです。ナイキ、気候変動のもたらすスポーツへの影響ということなんですが、はい、ナイキもねすごく、はい、意識高い系と思っておりますが、はいはい、ナイキもすでに RE100 にも、コミットしてまして、ね、はい、2025年には再エネ 100% にしていくと。こちらも早いですよね。そうですね、もうあと5年、4年ですよね、はい、でその時には、温室効果ガスの 70% カットしていく。それから、製品ももうサーキュラーエコノミーですから、はい、素材にも配慮し廃棄物ゼロを目指すと、うん、なんかこういうスポーツ用品って、まあね、ナイロンとか、まあ、多いじゃないですか。そうですよ。それでゼロを目指すっていうのはちょっと私ピンとこないんですけれども。そうですよね、はい、どういうことをやるの？まあ、いろいろ素材もリサイクルしていって、はい、でやっぱりなるべく無駄な資源を使わないと。でここの背景にあるのはやっぱり、はい、ナイキとしても地球がなければスポーツないということなんですよ。もう温暖化してクソ暑くなったらスポーツなんかでやってる場合じゃないですから、はい、ですから実はナイキ人道のホームページで、はい、気候変動とスポーツの未来っていうページ作ってるんですよ。あ、もうそういうページまであるんですね。これ面白いですよ、はい、ちょっと見てみたいんですけれども、はい、まず最初サッカーが出てきまして、まあ、サッカーは当然暑くなると昼間はもうプレーできなくなると。あ、ですよね、あれも激しいスポーツですから。そうなんですよ、はい、ちょっとナイターのサッカーってピンときませんもんね。そうですね、お父様の下でやったらしいですよね、はい、でこれがマラソンになるともう危険、ここまで来ちゃう、はい、でちょっとこれ面白いグラフあるんですよ、このナイキ、はい、これはですね、ナイキが気温とそれからマラソンのタイムの相関を表したグラフなんですけれども、10度から始まってるんですけれども、これは10度が実はベストタイムなんですよ、はい、あ、マラソンって10度がベストなんですか。10度がベストタイム出せるところで、これ面白いのは、はい、このグラフはずっと上げていくとマラソンのタイムのも変わってきていって、あ、ね、これ、ね、すごいですね。これよく作ったなと思うんですけれども、いや、なんかこれはリアルだな。そうなんですよ。でもちょっとこれを見ながら今日は何度かななんてそうですね、見てみるのも面白いですね。そうですね、はい、でテニスも、これ大坂なおみ選手がちょっといろいろ出てるんですけれども。あ、なおみですよね、はい、なおみです。なおみつながりで、そうですね、なおみつながりで大坂選手応援してるんですけれども、はい、テニスプレーヤーっていうのは世界中でやっぱりプレーしてるじゃないですか、でいろんな選手が世界中で、テニスやっていると、グランドスラム回るときにですね。そう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 、はい、うんうん、そうするとやっぱり世界がどんなに熱くなってるかって選手みんな感じてるということなんですよ、ね、ここにもグラフあるんでちょっとこれ見てください、はい、これメルボルンからニューヨークまで。あ、メルボルン42度になってますよ。そうなんです。四大大会の気温を表したものなんですけれども、2040年から2060年の間このぐらいの気温になると。この時期42度ですよ、メルボルン。何にもしたくないですよね。グランドスラム42度でやるんですよ、はい、一番低いパリでも30度ですよ。これこんな中でね、ちょっとグランドスラム四大大会やるのはどうかと、はい、大坂なおみ選手、今フロリダに自宅があるんですよ。ね、フロリダいいですね。いいでしょ、いいでしょ。成功してる感じ。はい、いいところかだからじゃないんです。なんでなんですか。暑さに慣れるためなんですよ。だからフロリダはいつも暑いから、そうなんです。もうそれを自分の体で慣れさせて、そうなんですよ。そういう暑いところでの大会に勝てるために、はい。プロフェッショナリズムが、そうです。はい、さすがです。はい。まだでもテニスはプレーできるからいいんですけれども、ウィンタースポーツになってくるとちょっとこれ大変かなと。はい、これクロエ・キムというプロスノーボーダーなんですけれども、はいはい、彼女もカリフォルニアの山で、スノーボーでやる。氷点下になる日はもうなんか年間を通して 25% も減ってるということなんですよ。あ、 25% 氷点下にならないとね、いい雪がね、そうなんですよ、べちゃべちゃの雪になっちゃって、いい滑りができないですよね。なんかもうべちゃべちゃの雪でやるとちょっとね、怪我もしやすいし、はい、そっか、 25% っていうと、まあ、仮にシーズンが4ヶ月だったら、3ヶ月になってしまう。そうなんです。練習もできなくなっちゃう。その通りです。はい、厳しいですね、予測によると2050年、はい、この時期にスキーやスノーボードができる日は 11% から 22% は減っていくと予想、寂しいですね。寂しいですね。若い時は毎週行ってましたけど。あ、そうですか。もう自分がその頃若い人だったら行けなくなっちゃうってことですね。そうなんですよ。もう若い人はね、ウィンタースポーツできなくなってしまうという由々しき問題ですね。そうです。すごいいいものですから、ということでスポーツができなくなると、はい、当然ナイキも仕事がなくなってしまうと。仕事がなくなる、はい、大
大変な事実、はい、そうなんです。そして私たちの生活にも非常に関わることですから、ね、スポーツと思うとすごく自分事として捉えられますね。そうですよね、はい、これまでもずっと脱炭素の記事っていうのはよく、はい、紹介させていただいたんですけれども、はい、やっぱりこうやって見ていくと、もう暑くなったからまあそのぐらいいいじゃないかって話じゃなくて、こんなにリアルに変わってくると、できないことが増えていく、はい、ということですね。そういうことちょっと分かってもらえるとなんかいいかなと思います。はい、ありがとうございます、はい、チャンネル登録、高評価、ぜひ通知もオンでお願いいたします。さよなら CO2、 また次回。